どうもクラスロードラボです。今日はですね、Amazon のタイムセール祭りということで、6月4日の23分59分までやっております。でちょっと動画出すの遅かったんですが、ちゃんとね比較しました。そしてね、同時に最大 12% ポイントアップキャンペーンもやっていますので、そちらの方もねエントリー忘れないようにしてください。まあ、僕の場合ね、ネット上でしか比較できませんので、皆さんがね住んでいる場所のお近くにある酒屋さんとかと比較することはできませんが、あんまり周りに酒屋さんがないっていう地方の方もねたくさんいらっしゃいますので、ぜひ参考になればと思います。で基本的にはですね、Amazon プライムに入っていることが前提で喋りますので、プライムに入っているとね送料無料になります。まあね、他ではね同じくらいかちょっと安いくらいで売ってるっていうものたくさんあるんですけど、1本だけ頼むと送料かかるみたいなね、送料無料になるには1万円以上だったり2万円以上だったり3万円っていうところもありますし、そういうとことね比べると、まあ1本だけとか2本だけとか1万円以内で送料無料で送ってくれるっていうのはね結構安い場合が多々あります。なのでそういうものを抜き出して今回は紹介していきたいんですが、ちょっとねこれはね他より全然高いっていうものも今回は少し紹介します。それはねちゃんと高いって紹介しますので、それも参考にしてみてください。なんかね普段ね安いものばっかり抜き出して紹介してると、僕があえて紹介しなかった他で買った方が安いものまで買っちゃう人とか結構いらっしゃるので、逆に高いものも紹介します。紹介した商品は全部ね動画の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからね Amazon に飛んで購入いただけると、このチャンネルの少しね助けになります。それでは早速行ってみましょう。はい、まずこちらですね、トップのページから飛べるんですけど、ポイントアップキャンペーンやってます。こちらねキャンペーンにエントリーするを必ず押しておいてください。それでは1本目、ペットボトルシリーズですね。ホワイトホースの 2.7リッター、この辺はね正直あんまり比べるところがないので、お近くのねスーパーとかで売ってる値段と比べていただきたいんですが、まあそれもめんどくさいっていう方はね、全然高くはないと思いますので、この人気のあるホワイトホースね、ペットボトルの中では結構ね人気ある方じゃないかなと思います。続いて、ティーチャーズです。スモーキーなブレンデッドスコッチウイスキー、まあ、超定番でねめちゃくちゃ人気がありますね。まあ、なんといってもコスパがいいということで、このねペットボトルも安いと思います。まあお近くのねスーパーの方が安いかもしれませんが、めんどくさい方、運ぶの結構大変ですからね、それを考えてもネット注文の方がいい場合もあると思います。なぜかねこのページには特選タイムセールのマークついてないんですけど、こちらね、セール対象商品です。続いて、ベンリアックのザ・スモーキー10です。スペイサイドのね、シングルモルトスコッチウイスキーなんですが、こちらねそんなに安くないんじゃないかなと思います。店頭よりね全然安いっていう方もいると思いますけど、ネットでちょっと検索すれば4550円、送料別で、出てきたりしますね。まあ、送料のこと考えてもこちらの方が安いっていう方もいると思いますけど、一つ注意してほしいのはスモーキーって書いてあるだけにね、こちらスモーキータイプです。見た目そっくりでね、ベンリアックは何種類も出ていますので、そちらだけは注意してください。名前の通り最低でも10年以上熟成された原酒が使われています。続いてグランツトリプルウッド、まあ、ネットでちょっと検索すると送料別で、1250円ぐらいでした。こちらはねグレンフィディックを作っているウィリアム・グラント&サンズ社が出しているブレンデッドウイスキーで、日本ではねそんなに売れてる感じはしないんですが、世界ではトップクラスに売れているブレンデッド、スコッチウイスキーです。続いてもグランツです。こちらねまだ発売してそんなに経っていないトリプルウッド8年というね8年以上熟成された原酒が使われています。こちら以前動画にしているので、ぜひね気になる方はそちらチェックしていただきたいんですが、大手チェーンのね酒屋さんとかは結構売ってるんだと思いますけど、田舎の酒屋さんにはね全然見かけないと思いますので、ネット購入でもいいんじゃないかなと思います。ちなみにねこちらもちょっと検索すると送料別で1860円で出てきました。はい、次はね、あんまり馴染みないかもしれませんが、ロックアイランドという、ブレンデッドモルトウイスキーですね。まあ、日本でいうね竹鶴ピュアモルトみたいなことです。
複数の蒸留所のモルト原酒をパッティングしたということで、こちらもねちょっと検索すると5460円送料別で、出てくるので、まあこのぐらいの価格帯なら全然いいんじゃないかなと思います。で、複数の蒸留所はどこかというとですね、ロックアイランドはアイランズの地域の、モルト原酒をブレンドしているということなんですけど、ジュラ島のジュラ蒸留所、そしてアラン島の、今はロックランザー蒸留所ですね、まあ、アラン蒸留所です。その原酒プラスアルファ、非公開の蒸留所がブレンドされているということになっています。まあ、ちょっと高く感じるかもしれませんが、ブレンデッドモルトは、シングルモルトと全くね原料は一緒のモルトウイスキーですので、まあ、このぐらいの価格になっちゃうものが多いです。はい、続いて、またまたロックアイランド10年ということで、今度はね10年表記のロックアイランドなんですが、こちらね6979円ってなってますけど、ちょっとネットで検索するとなんとね4980円で売られています。ノンエイジのねロックアイランドより安いことになっちゃってるんですよね。なのでこれはね、ここで買わない方がいいかもしれないです。この安いねロックアイランド10年の、URL を概要欄に貼っておきます。はい、続いてもダグラスレイン社のブレンデッドモルトシリーズビッグピートですね。これはね結構有名なんじゃないかなと思います。5084円、これ結構ね安い方だと思いますよ。ネットで検索しても送料別で、5200円ぐらいなので、プライム会員の方は送料込みでこの価格は結構いいんじゃないかなと思います。内容の方はですね、ボウモア、カリラ、アードベック、ポートエレンの、アイラ島の蒸留所の原酒のみが使われたブレンデッドモルトウイスキーということで、内容の通りねスモーキーなタイプです。度数も 46% と結構高いので飲み応えがあると思いますね。そしてビッグピート12年、これね割とね最近数年前に発売されたばっかりで、12年表記のビッグピートということで、まあ基本的に使われている原酒の説明は変わってないんですが、12年以上熟成された原酒が使われています。で、値段の方なんですけど、ネットの最安というかね検索して出てきたのも見てみると8090円送料別ぐらいなので、送料込みでこの価格は安いんじゃないかなと思います。そしてエピキュリアン、これもねダグラスレインのブレンデッドモルトなんですが、これはねちょっと検索すると4060円送料別とかで出てくるんで、そっちの方が全然安いんじゃないかなと思います。この値段はちょっと高いかなって感じですね。内容の方はですね、ローランドモルトがブレンドされていて、オーヘントッシャン、グレンキンチ、そしてシークレットの、モルト原酒が使われているということなんですが、まさにね今復活しようとしているあそこの蒸留所なんじゃないかという噂もありましたね。続いて犬のマークが可愛いスカリーワグなんですが、これもダグラスレインブレンデッドモルトです。5950円ということで、まあ、ネットで検索するとですね、5460円送料別ぐらいで出ています。だからまあまあ許容範囲ではないかなと思うんですが、こちらねなんとね、スカリーワグ10年っていうのが、数年前からね発売してて、そちらがね5670円とかで売ってるんですよね、並行輸入で。なのでそちらがいいんじゃないかなと個人的には思います。内容の方はですね、マッカラン、モートラック、グレンロセス、そしてその他、シェリーダル熟成を経た際に最大限魅力を発揮する原酒を中心にブレンドされているということで、スペイサイドモルトですね。詳細聞くと、かなり人気がありそうな内容なんですが、ビッグピートの方がね人気あるのかなと思います。続いてスカラバス、まあ、聞いたことない方多いと思いますが、これね、アイラモルトなんですよね、アイラのシングルモルト。ただね蒸留所が非公開となっていて、アイラ島のどこかの蒸留所の、シングルモルトということなんですね。これね安いです。4862円送料込みですからね、プライム会員は。他探してもね5000円台のものしか見つけられませんでした。まあアイラ島といっても、全部が全部スモーキーなウイスキーというわけじゃないんですが、こちらはね、ちゃんとスモーキーな、ピーテッドウイスキーです。続いてスカラバスバッチストレングス、度数がねめちゃくちゃ高いです。 57%、まあ、それもそのはずで、バッチストレングスっていうのは、俗に言うカスクストレングスですね。一切加水がされていない、水でね薄められていないということで、もちろん味もその分濃厚ですし、
ちょっとアルコールがね、強すぎるっていう方も水を自分で足して飲んでいくっていうスタイルでもいいと思います。まあ、ハイボールにするんでも少ない量でね、しっかりとした味わいのハイボールを作ることができるということです。まあ、価格は6573円なんですが、ネット探してもね、安くて6400円送料別だったので、まあ全然こちらの方がねいいかもしれません。続いてロー&コー、これねアイルランドのウイスキー、アイリッシュウイスキーですね、そしてブレンデッドタイプです。ブレンデッドウイスキー3897円ですが、全然ね、高くはないと思います。他見ると3900円から4000円ぐらいで売られてるかなと思うので、価格は全然いいですね。こちらシンプルにバーボン樽熟成原酒のみが使われているということで、ハイボールとかにするにはとてもね人気があります。なんとジョニーウォーカーを所有しているディアジオが所有する蒸留所で作られているので、プロモーションも大々的に行われてて注目されています。続いては超定番シングルモルトスコッチウイスキー、ザ・グレンリベット12年、これね3872円、全然ね安いと思います。他探してもね今は3980円とかでしたね、しかも送料別でね。なのでプライム会員は送料込みで、この価格です。近年はグレンフィディックを抜いて、世界一売れているシングルモルトスコッチウイスキーになりましたが、まあ大体ねいつもグレンフィディックとグレンリベットその年で競ってる感じなので、またね、1位の座が奪われるかもしれません。ベンロマック15年、これはねちょっと高いかな、11837円なんですが、他見るとね9000円台で結構売られてるので、これはあんまりおすすめできないですね。スペイサイドの蒸留所で、まあ、シェリー&スモーキーなね味わいが特徴です。はい、次は、Amazon タイムセールの常連アバフェルディ12年です。ハイランドのね蒸留所です。デュアーズのキーモルトに使われているので有名なんですが、美味しいんですけどねあんまりな人気がないような感じがしますね。3861円、ネットで見てみると、3880円で送料別だったりするので、まあ、全然ねこの価格はいいんじゃないかなと思います。気になる方はぜひこちらチェックしてみてください。続いてトマーチンレガシー、あまり知らない方も多いんですが、これ日本のね蒸留所、日本の企業が所有するスコッチの蒸留所なんですね、ハイランドにあります。3292円ということで、まあ、他見ても3080円送料別だったりするので、まあまあ全然、安いんじゃないかなと思います。ノンエイジタイプですね。ちょっとアルコール感はねピリッときますけど、全然ねハイボールとかにも向いてますし、普段飲まれてる方も結構いるんじゃないかなと思います。以前ね、こちら動画になってますのでそちらチェックしてみてください。続いてもトマチン、こちらは12年ですね。12年以上熟成された原酒が使われているんですが、味わいねレガシーと結構違います。12年の方は、シェリーダル原酒の特徴が結構現れているので、ストレートとかねロックで飲まれている方も多いんじゃないかなと思いますね。価格の方は3936円ということで、他見てもね4080円とか、送料別で売られてたりするので、こちら安いかなと思いますね。こちらも Amazon タイムセールでは毎回ね安いです。続いて、ザ・シングルトン・ダフタウン12年、まあ、シングルトンって聞いてあんまりねピンとこない方も多いと思うんですけど、スペイサイドのねダフタウン蒸留所で作られた、シングルモルトウイスキーです。まあ、ディアジオが所有してますね。日本ではねそんなにこう売れてる感じはしないんですが、世界ではめちゃくちゃ売れてるブランドになっています。シングルトンシリーズでねいろんな蒸留所の、シングルモルトが発売しているので、なんかねごちゃごちゃしてよくわからないという方も多いんですが、日本ではダフタウンがね一番有名だと思いますね。価格の方は3438円、これはね結構安いと思いますね。他見ても3780円送料別だったりするので、これは結構買いなんじゃないかなと思います。アルコール度数がねちょっと低いので飲み応えっていう分では、そんなにないかもしれませんが、ハイボールとかにもね、よく合う味わいなので、気になる方はぜひ試してみてください。続いて、メーカーズマーク、アメリカを代表するバーボンウイスキーでもあります。価格ね3588円なんですが、ちょっと高いなって思う方多いと思います。メーカーズマークってね結構2000円台で買えるバーボンですから。でもね、よくよく見るとこれ1リッター瓶ですね。
はい、1リットル入ってます。なので、全然問題ないんじゃないかなと思いますが、今はですねこちらちょうどねグラス付きが販売されています。2859円。これねめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。ただね、6月6日発売予定なので、注文してねすぐ来るっていう感じではないですね。ちょうど父の日も近いので贈答用にいかがかなと思います。続いてウッドフォードリザーブ。もうバーボン好きの中ではね、定番になっていますが、あんまりバーボン飲んだことないっていう方はね知らない方も多いと思います。まあ、ケンタッキー州のねバーボンで、滑らかな味わいが特徴ということでね、結構少量生産らしいんですが、安定的に出回ってます。3660円ということでね、こちらは結構安いですね。他探しても3780円送料別だったりするので全然買いなんじゃないかなと思います。バーボンねいろいろ飲んでみたいっていう方には結構ね最初の方に勧められる、銘柄なんじゃないかなと思いますね。はい、続いてジェムソンです。世界で一番売れているアイリッシュウイスキーということでブレンデッドタイプなんですが、まあねこちらはね、まあ、どこにでも売ってる、銘柄ですよね。1800円。これがね高いのか安いのかは身の回りのスーパーとかをね見てちょっと比較していただきたいんですが、ネット最安とかでもねそんなに変わんない感じなので全然ね、こちらで買ってもいいんじゃないかなと正直思いました。まあ皆さんが皆さん同じ環境ではないですし、もしかしたら売ってないっていう地域もあるかもしれませんので一応参考にしてください。全然ね高くはないですねこの1800円。続いてアイラミストオリジナルピーテッド。これね、なんとアイラ島のラフロイグ蒸留所の原酒がキーモルトになっているピーテッドな、ブレンデッドウイスキーなんですが、以前ならラフロイグも3000台で買えた時期があったんで、まあ、わざわざアイラミストを買わなくてもっていう方もいたのかもしれませんが、今はねだいぶ値段も高くなっちゃったのでこちらねおすすめです。もちろんピートがねしっかり効いた味わいですし、値段の方も2480円とね、他は2400円送料別とかで売られてるので全然、高くない価格ですね。安いです。ハイボールとかにもとても向いてる味わいですし、以前ね動画作ってますので気になる方はそちらの方もぜひチェックしてみてください。続いてアンノック12年。こちらねスペイサイドシングルモルトで、まあね地味な存在なんですが、バーボンダル原酒とシェリーダル原酒がバランスよくねブレンドされていて、まあ、結構ね飲みやすくて美味しいと思います。まあ、結構ライトな味わいなのでハイボールにするとかね、あとはまあ度数の高いものとかあまり癖の強いものとかシングルモルトをあまり飲んだことないっていう方にはいいんじゃないかなと思います。で価格の方はですね4282円ということで、他探しても安くて4050円送料別なので、まあ全然問題ないかなとは思います。次はデュアーズ12年。まあどこにでも売ってるので地元の方が絶対安いって思う方もいらっしゃるかもしれませんが、普段ねネットで買ってる方からしたらいいんじゃないかなと思います。ネット市場だとまあ大体安くても2470円、送料別だったりするので、まあ、送料込みで2423円はいいのかなと思いますね。まあねあんまりこうドンキとかあとはイオンとか山屋さんとかね、そういう結構安いところ、近くにないっていう方もたくさんいらっしゃいますから、そういう方はねいいんじゃないかなと思います。続いてホワイトホース。まあね、こちらもその辺で買った方が全然安いんじゃないかなと思いますが、まあ、1425円ならネットで注文してもいいかなっていう方もいると思います。まあねみんながみんな同じ環境じゃないんで、意外とね、これより周りは高いですっていう方も中にはいるかもしれませんので一応紹介しておきます。続いてシーバスリーガル12年。こちらもね、まあ、周りの方が安いっていう方もいらっしゃると思いますけど、2836円は決してね高い金額ではありません。他を見るとね2780円送料別だったりするので、この価格帯のものを1本頼んでね2836円だけで済むっていうのがありがたいのかなと思います。ただねまだ旧ボトル結構売ってるんですよ。割と最近リニューアルしてこのスマートなね瓶になってしまったので、旧ボトル欲しいっていう方はちょっとね足を使って探してみると残ってる可能性があります。まあ旧ボトルはまだネット市場にも残ってます。次はジャックダニエルジェントルマンジャック、はい、テネシーウイスキーです。テネシーウイスキーには砂糖楓の木炭でろ過をする
チャコールメローイングっていう製法があるんですが、それをね通常1回なんですね、こちらは2回するということで、さなりね、滑らかな味わいになっているジャックダニエルの、上位版みたいな位置づけです。2978円はね結構意外と安いんです。で、他見ると3180円で送料別だったりするので、こちらね飲んだことない方、ジャックダニエルファンはねいいんじゃないかなと思います。それこそ最近ジャック、コーク缶がね結構売れていますから、少しこうねバーボンにも興味持ったとか、テネシーウイスキーにも興味を持ったっていう方も多いんじゃないかなと思うんですね。これを機にねぜひ飲んでみてください。続いてジャックダニエルなんですが、これね、1750ml です。でかい、ジャックダニエルですね。前まではね3リッターのジャックダニエル売ってたんですが、なんとね今売ってません。なのでちょっと大容量のねジャックダニエル買うとなるとこれなんですね。まあこれねあんまりその辺に売ってるっていう方もいないと思いますので、まあでかいね酒屋さんとかがある、街の方はどうか分かりませんが、田舎とかにはね、僕も田舎なんですが全然売ってません。なのでちょっと大容量のねコスパのいいジャックダニエル欲しい方はこちらを選んでみてください。 700ml 換算は1820円になってます。もちろん通常のジャックダニエルも、特選タイムセール対象商品なんですが、2252円ということで、まあ、たくさん、欲しい方は、1750ml の方がお得だと思います。そしてなんと、ジャックコーク缶もセール対象商品になってます。24本入り、これ1本ね、195円となってるのでちょっと安いですね。ただちょっとハマってねガブガブ飲んでいる方はいろいろ注意してください。飲みすぎ注意です。はい、そして、ブラックニッカのディープブレンド、まあ、これだけねペットボトルっていうのがないので、皆さんね好きな方は瓶で買われてると思いますが、希望小売価格は1650円税込みというふうになっているので、希望小売価格よりは安いです。まあでもねお近くで売ってる方が全然安いっていう方、かなり多いんじゃないかなと思いますが、そうでもない方も絶対にいらっしゃると思いますので、こちら紹介しておきます。1507円です。はい、いかがだったでしょうか。まあ、結構ね定番品ばっかりって言ったらそうなんですが、普段からねその定番品を上飲されてる方にとっては、安いっていう場合があったんじゃないかなと思います。そしてまだまだ全然飲んだことないけど、昔から気になってたっていうね、ものが入っていれば、購入するチャンスなんじゃないかなと思います。まあ、そんなにね、何千円も安いっていうものは今回なかったんですが、最近はねウイスキーも含めていろんなものが高くなってますから、数百円でもね、安いだけありがたいんじゃないかなと思います。そんな感じでね、またこういうセールがあった時は動画にしたいと思いますので、ぜひ、チャンネル登録、ツイッターフォロー、インスタのフォロー、サブチャンネルの登録をよろしくお願いします。クロスロードラボでした。バイバイ。